することによって活性力が出てきて仕事に前向きに取り、これは当たり前の話だと思います。これが1点目。2点目が心。一人で過ごしたり新しい出会いにワクワクしたり、ファミリーや友達、心からリラックスしたり遊んだりする時間、こういうのを大事にしましょう。当たり前の話かもしれませんね。これによりリフレッシュして皆さんありがとうございます。はい、皆さん懇親会です。はい、学研さん、はい、皆さん懇親会、懇親会、イエーイ。早く教室が終わるようになったのが一番良かったです。はい、何が良かったですか？学ぶということに対して貪欲になりました。そして教室全体のレベルが上がってきました。何よりも子どもたちとの距離がすごく身近になって近づくことができて、愛おしいと思えるようになりました。はい、本当です。はい、ありがとうございます。問題点っていうか、あまりこう目を向けてなかったことにすごく目を向けられるようになって、教室の中が良くなったと思います。いいこと言うなぁ。あ、ちょっと考えたい。教室で、自分が至らない点、それから教室の内部の点、それから、外から見ていただいて先生たちからアドバイスいただいてなど、多くのことを学ばせていただきました。はい、ありがとうございます。みんな上手。今日今まであんまり考えてこなかったこととか、いけないなと思いながらもなかなかこう改善できなかったことが、毎回こうやってみんなで意見を出し合ったり宿題が出ることで、やっとこう自分の思い越しを上げることができたし、具体的に変わることができて、教室がすごく活気づいてきたことが一番嬉しいです。はい、私自身分かっているようで分かってなかった現場の先生たちの悩みにきちんと直面ができたことと、理念に基づく指導を細かく分析を今までしてなかったので、それができてよかったです。はい、そこを考えずにやってたからですよ ね。そこからですよね。まず心の得育をすることで全体の学力が上がっていくっていうのは今日本当に分かった。 Thank you.